いってらっしゃい。気をつけていくのよ。私は奏で、小学6年生の元気いっぱいな女の子です。お姉ちゃん、受験大丈夫そう？ああ、聞かないで。それは私の隣にいるのは高校3年生で受験期真っ盛りの春お姉ちゃん。実は私とお姉ちゃんは血がつながっていない。お姉ちゃんはママの前の旦那さんとの間の子供で、私は今のパパとママの間の子供。お姉ちゃんのお父さんはもう亡くなっているらしい。お姉ちゃんなら大丈夫だよ。私応援してるからね。かなで、なんていい妹なのよさ。血はつながっていないけど、私とお姉ちゃんはとっても仲良し姉妹なの。じゃあね、学校楽しむんだよ。はーい。かなでちゃん、おはよう。おはよう。かなでちゃんって本当にスタイルいいよね。小学生に見えない。さっきのお姉さんのハルさんだよね。どっちがお姉ちゃんかわからないよ。そんなことないよ。私は他の同級生に比べてかなり発育が早くて、時々高校生に間違えられる。反対に春お姉ちゃんは可愛らしい見た目なので、小学生中学生と間違えられることも。つまり幼児体型ってやつぷにな。こんなデコボコ姉妹だから、よく姉と妹を間違えられることもある。うせろナンパ男。お姉ちゃん、え、そっちが妹で小学生、こっちが姉で高校生、逆だろ。うるさいなよさ。すみません。それにこの体型のせいで変な人に声をかけられたりすることも。ん、なんか今視線を感じたような。どうしたの？早くしないと学校に遅れちゃうよ。うん、気のせいかな。待って。何？その日の放課後。じゃあね、かなでちゃん。うん、また明日ね。わあ、今日はお家で何して遊ぼっかな。一人でポプニモンカードバトルの戦略練るのもいいけど、動物の島でも遊びたいな。見た目は大人、頭脳は子供っぽにな。うん、さっきからずっと後ろで私と同じ速さで歩いている足音が聞こえる。しかも私が止まると後ろの足音も止まった。誰かついてきてる？もしかして前の時みたいに変なお兄さんかな。数ヶ月前のこと。ねえ、そこの君に、俺と一緒にデートしない？ちょっと、小学生をナンパするなんてどういう根性なのよさ。小学生？あの時はお姉ちゃんが助けてくれたけど、今は誰もいない。言われた通り逃げなきゃ。くそ、今日も接触できなかった。あと少しだったのに。でもやっと見つけられたんだから、焦らずゆっくりとタイミングを見計らうんだ。こいつやばいやつプニー。怪しげな男が笑みを浮かべている。その時私はちょうど家にたどり着いてた。家の中まで来れば大丈夫だよね。怖くて後ろ振り向けなかったけど、誰だったんだろう。明日は何にもないといいな。あ、かなでおかえり。学校楽しかった？むむ、かなで何かあったのよさ。暗い顔してるぞ。さすがお姉ちゃん、いつもこんな風に私の気持ちをすぐ察してくれるんだよね。でも今お姉ちゃんは受験で大変だし、パパとママも仕事で忙しいし、心配かけないようにしないと。大丈夫だよ。今日の体育でちょっと疲れちゃって。うん、そうなの？あ、私ポプニモンマスターを目指して頑張らなきゃだから部屋に行くね。うん。この時お姉ちゃんには平気を装ったけど、それ以降も学校の登下校中に視線や後ろをついてくる足音を感じることが続いた。今日も視線を感じる。逃げろ。視線や足音を察知したらすぐに学校や家に逃げるようにはしていたけど、毎日こんな日が続いてなんだか疲れちゃった。家の外に出るのも怖くて、最近は友達と遊ぶこともあんまりしてないな。どうすればいいのかな。奏、なんだか最近元気がないみたいだけど。
大丈夫？なんか悩みがあるならこの春様に相談するのがいいんだよさ。なんか困りごとか？ううん、違うの、なんでもないよ。そう？でも最近放課後も休みの日もお友達と遊んでないでしょ？お友達と喧嘩でもしたの？喧嘩なんてしてないよ。別に何も。パパもママもお姉ちゃんも忙しいから心配かけちゃダメだし、しかもまだ誰かにつけられてるって決まったわけじゃないし。かなで、なんかあるんでしょ？絶対に。私がかなでが悩んでいるのを見過ごしたことがあった？その私が言うんだから間違いないのよさ。すごい自信ぷんに言いづらいことなのかもしれないけど、かなでが悩んでるなら私力になりたいんだよ。お姉ちゃん春ったら本当に奏が大切なのね。頼もしいけど、あんまり妹愛が強すぎて奏にプレッシャーを与えるなよ。それは否定できない。でも春の言う通り、私たちはいつだって奏の味方よ。そうだぞ、奏が悩んでいるなら力になりたいんだ。なのよさ。パパ、ママ、お姉ちゃん。奏、大丈夫？お姉ちゃんたちの優しい言葉に私は耐えきれず泣き出してしまった。そしてここ最近悩んでいたことを初めて打ち明けたのだった。なんだって？誰かにつきまとわれているかもしれないって？しかもここ2週間くらいずっと？でも顔を見たりしたわけじゃないんだけど、視線を感じたり足音がずっとついてきたり。それは怖かったわね。うちの奏につきまとうとは許せんやつだ。この春様がボッコボコのギッチョンギッチョンにしてやるのよさ。こうなったらその犯人とやらを現行犯で捕まえるしかない。だよねだよね、私も協力するのよさ。そうね、良い子の皆さんはまず警察に相談してくれぷんに。でもパパもママもお姉ちゃんも仕事とか勉強で忙しいでしょ。奏以上に大切なものなんてない。パパ、ママ、お姉ちゃん、ありがとう。相談の結果、パパたちが私の登下校を陰から見守り、私につきまとっている犯人を捕まえる作戦を実行することになった。翌日の登校中は特に視線や足音を感じることはなかった。そして学校からの帰り道。大丈夫、パパとママとお姉ちゃんが見守ってくれてるから。なあ、俺とかが奏のそばにいてやれば犯人も諦めるんじゃ。今日だけ大丈夫でもダメなのよ。犯人を捕まえて二度とこんなことが起こらないようにしなきゃ。奏をおとりにするような作戦は気が引けるけど、これも犯人逮捕のためなのよさ。今のところ不審者は見当たらないな。むしろお前たちが不審者ぷんに。今朝も見当たらなかったし、今日は来ないのかな。あれ、はるちゃん？え、なりた？偶然だね。受験勉強頑張ってる？この人ははるちゃんの幼馴染の成田プニよ。ご近所さんプニ。あら成田くん、久しぶりね。少し見ない間に随分と男前になって。成田くんか。どうも、うちの春は簡単にはやらんからな。視線が言いたい。成田くんは春と同じ大学を目指してるのよね。どう、勉強の調子は？ぼちぼちですね。ぼちぼちとか言ってこの前の模試 A 判定だったくせに。みんなが成田お兄ちゃんとの会話を楽しんでいるその頃、私は来た、いつものあの足音だ。なんかいつもより足音が近い気がする。というよりもどんどん近づいてる。怖いよ。お姉ちゃん、パパ、ママ。おい。おい、覚えてるか、俺のこと。ところで皆さんお揃いで何をしているんですか、こんな道端で。それは奏につきまとう犯人を捕まえ。成田に気を取られて本来の目的を忘れてた。お前ら揃いも揃ってアホっぷんに。早く助けに行けぷんに。
かなでちゃんにつきまとうやつがいる。そうなのよさ。それでここ最近かなでが悩んでて、今日はその犯人を捕まえるために張り込んでたの。かなでがいたぞ。変な男も一緒だ、きっとあいつだ。かなでに何する。どう、パパ、かなで何もされてない。出遅れてごめんなのよさ。ママ、お姉ちゃん、確保しました。お前だな、ここ最近ずっとうちの娘につきまとってたのは何が目的だ。あなたはコウジ？ラム、知り合いか。知り合いっていうか、私の前の夫よ。これがラムの前の夫ってことは私の本当のお父さん。え、死んだって聞かされてたんだけど。コウジ、あなた今さら何の用なの。そんな怖い顔しなくても、俺反省したんだ。あの頃の俺は夢ばかり追いかけてて、ラムもハルもないがしろにしていたってこと気づいたんだよ。夢？どういうこと。そもそもお父さんは死んだって話だったじゃん。ごめんなさい、死んだっていうのは嘘だったの。コウジはね、世界一の探検家を目指して世界中を飛び回っていたの。夢を追うコウジの応援もしたかったけど、コウジは家にお金も入れないし、私たちのことなんて何ヶ月も放置。耐えかねた私は何度も働いてほしい、春の成長を近くで見守ってほしいって訴えたの。そしたらコウジは離婚してほしいって言い出したのよ。幼い春と私を置いて家を出て行ったの。俺のことは死んだってことにしてくれ。じゃあな。コウジ、クズオプニな。春に嘘をつくのは心苦しかったけど、本当の父親がこんな人だって知ったらショックを受けると思って。おお、絵に描いたようなクズだったのね。でも今は違うんだ。足を怪我して探検家の夢は諦めたんだ。え？そしたら急に春に会いたくなって。うん？それでどうして奏につきまとうことになるのよ。奏？何言ってんだ。俺が追いかけてたのは春だろ。赤ん坊だった春がこんなに立派に大きくなってるなんてな。こんなに可愛くて美人だったら高校でもモテモテなんだろうな。お父さんの記憶はないけど、今の発言だけで私のことなんて何にも見てなかったことが分かったのよさ。こんなこと説明しなきゃいけないのも腹が立つんだけど、あんたの娘の春はこっちだけど、そっちの子は妹の奏、小学6年生よ。はあ？嘘だろ？体型からしてそっちの子は小学生じゃないか。春は今高校生なんだから、こっちの発育のいい方が春だろ。こいつ、人が一番気にしてることを。あんた相当失礼なこと言ってるの分かってる？おい、春の実の父親かなんだか知らないが、うちの娘二人を傷つけることは何人たりとも許さんぞ。ラムの再婚相手か？めちゃくちゃ怖いじゃん。傷つけるとかそんなつもりは、成長した娘を見たかっただけで。娘とか言わないで。私にはもう帰りお父さんっていうお父さんがいるの。ある？それに自分の娘も見間違うような人、お父さんとは思えない。それは春の言う通りよ。あなたは私と春を捨てたの。ラム、自分で死んだことにしてくれって言ったんでしょ。今さら都合よく父親面しないで、もう二度と私たちの前に現れないで。じゃないと今度は警察を呼ぶわよ。お姉ちゃんの本当のお父さんだという人は、ママからの言葉にショックを受け、何も言わずにそのままおとなしく帰っていった。ったく、あいつは今でもどうしようもないやつね。そもそもなんであんなクズと結婚したぷに。奏、いろいろとごめんなさいね。私のせいだわ。私のお父さんのせいで奏に怖い思いをさせちゃってたんだ。そんなことパパ、ママ、お姉ちゃん、私のためにいろいろとやってくれてありがとう。私嬉しかったよ。奏、こうしてつきまとい事件は解決したのでした。それから数週間後、行ってきます。あの事件の後しばらくはパパが学校の送り迎えをしてくれたんだけど、あのコウジさんという人が再び現れることはなかった。
今は前のように元気に登下校ができるようになっている。でも気になっていることが一つ、お姉ちゃん、ん？あの、私のせいで本当のお父さんとの関係が悪くなっちゃったんだよね。もう会えなくなっちゃったりしたら。何言ってんの？私の家族はパパとママと奏の3人でしょ。私は3人がいれば幸せいっぱいなのよさ。娘を見間違う父親とか、まあどうでもいいのよさ。しかも私が気にしている体型のことまで言ってきて、絶対に許さん。お姉ちゃん、私もお姉ちゃんがいてくれれば幸せだよ。今回はお姉ちゃんが私のことを守ってくれた。そんなお姉ちゃんを私も今よりもっと強くなって守れるようになるんだ。かなでです。はるなのよさ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。はるちゃんはしっかりしてるし、どう見たってお姉ちゃんなんだけどね。かなで、さすが分かってくれてる。この単純さはちょっと子供っぽいけど。なんか言った？なんでもない。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またねー。